はい、どうもこんにちは、 N スタジオのリュウです。ポケットモンスタースカーレットの続きをやっていこうと思います。今回やるのはレジェンドルートの残り何個だっけ、残り2つかをやってしまおうかなと思います。というわけで早速岩のところ、どこだっけな、マップ、あーこっち、もう目的設定はしてるんだけど、こう見ないとわかんないな。ん？逆かな？こうか。ん？まあいいや、そこまで行こうと思います。もう目的設定してるんで、早速レディゴー。あ、 あれか？でかっ。ガーディーが、ガーディーがいる。いやー懐かしいね。お前はいつか厳選してやるから、俺が絶対使うやつはこのクイックボールでゲットだ。やった、ガーディーいるんだ。こいつだな絶対。ほら待て、俺の方が早く登れるんだぞ。目でかっ。まあまあまあ、もう俺の方が強いからな。チャンピオンロードクリアしてるからね。逃げたな。ほっ。え？ああそこかい。あ、絶対今俺やばいやん。おお、いつの間にか避難してる。何かを食べ始めた。ちょっとほっぺた赤いのがかわいいな。ちょっとリュウ、主を見つけたのか。あいつが岩壁の主、でかすぎんだろ。スパイス食って強くなってるのか。気をつけろよ。まあ、いくら強くなろうが、チャンピオンロードクリアした俺には大した敵じゃないね。お前シェルダーかよ。水の波動やばそうちゃんだけど負けねえぞ。シェルダーで挟み上げだ。いやいや、かわいそうだって。そんな出番を来させない。やったねー。よし、リュウお疲れちゃんだぜ。主ポケモンを怒らすとすげえ怖えんだな。あいつが食ってた秘伝スパイスはこの中にあるはずだ。戻ってこないうちにちゃっちゃが調査しようぜ。どこだ、どこだ。
やったぜ、発見スパイスちゃん。秘伝スパイス、甘スパイスを見つけた。この形、色ツヤ、すげえまずくて体に良さそう。まずいんだ。何々？本によると秘伝甘いスパイスは胃を健康にして食べ物を消化しやすくしてくれる。腹痛や食欲不振にも効果絶大なんだとさ。早速調理開始だ。うおー、ずりゃーおりゃー、お待ちどさん、食べて健康ヘルシーサンド、あわがりよー。友情の虫バチを見つめながら食ってくれ。なんかめっちゃ甘そう。またコライドン出てきた。ギャオス。あげようか。あげますよ。マフティフもほら。お、お、お、最高な食いっぷりだな。お前も最高な食べっぷりだな。ダッシュ。もともとの身体能力が少しずつ戻ってきてるのか。でもバトルフォルムに戻れる気配は全然しねえな。体は元気そうだけど、何か精神的な理由で本来の姿に戻れないのかな？精神的な理由？心の傷、トラウマだっけか？どっかの本で読んだんだ。戦いで怖い体験をしたから戦うのが怖くなったのかも。ま、そいつもマフティフもいつか完全回復すんだろ。スパイスの効果、マフティフはどうだ？あー、ごめんごめん。毎回ちゃんと元気になるとは限らないよな。効果がすぐ出るってわけでもないし。大丈夫だ、安心しろ。俺と龍が絶対元気にしてやるからな。残りの一つが最高のスパイスに決まっている。きっと、うん、きっとそうだ。で、スパイス探しの旅も次でラストだ。気合い入れて探すぞ。えいえい、おー、めっちゃ可愛いな。子供じゃん。はいはい。ハロー、リュウ、こちら、オーリム。コライドがまた一つ本来の力を取り戻したようだな。ライド状態で走るダッシュの速度が上がったようだ。Lスティックを押し込むとダッシュができると。木の上のポケモンを落として戦うことができるんだ。引き続き、コライドをよろしく頼んだよ。はい、オッケー、任してくれ。じゃあ次のとこ行こうかな。こいつか。お？どこ行った？そっちか。よっ。ほら。ネモちゃんが使ってたやつか。
こいつは鋼タイプだったんだ。炎の牙、パンチ、ほう、追いかけなきゃいけないのか。後ろから突撃、お、逃がさねえぞ。ほら捕まえた。あ、くそ、逃がさんぞ。またいる？いや、なんか違うっぽいな。そこにあんのか、スパイスが。で、主を追い詰めたのか。あいつが先行の主。なんか長え。スパイスの栄養で元気ハッスルちゃんみたいだぜ。力を合わせるぞ。ノノクラゲか。ま、俺一人で勝てちゃうかな。でっかくても関係ねえ。ノノクラゲ風味でバッチリ料理してやる。はい、いただきました。やったな、リュウ。お疲れちゃんだぜ。それにしても、主ポケモンの顔、意外と、つぶらで笑っちゃったぜ。あいつ意外と可愛いんだなぁと思った。あいつが食ってた自然のスパイスはこの中にあるはずだ。戻ってこないうちに、ちゃっちゃか調査しようぜ。あれだ。最後の秘伝スパイス、塩スパイスを見つけた。何何？本によると、塩スパイスは手足の痛み、しびれを和らげてくれる。筋力の低下にも効果があるらしい。早速調理開始だ。うおー、ズリアー、オリアー。お待ちどうさん、ペッパーお兄さんの元気印、ファイナルスパイスサンドだ。友情の友達の証のバッジを握りしめながら食ってくれよな。見たことあるな、その塩のかけ方。おなじみのコライドン。あげますよ、ちゃんと。大ジャンプを覚えた。それじゃ、マフィティフも。マフィティフ、今食べさせてやる。
最高に元気が出るぞ。俺と龍がうんと頑張ったんだ。また昔みたいにさ、いっぱいいっぱいボール遊びしよう。元気になってくれ。それだけでいいから。マフティフ、よく頑張ったな。ボウ。お、立ち上がった。ね、めちゃめちゃ感動するじゃんこれ。ちゃんと立ったじゃん、マフティフ。お、水差すようにここで電話かかってくんな。ハロー、リュウ、こちら、オーリム。ゴライドンが戦いの力以外全てを取り戻したようだな。ライド状態で B ボタン、ジャンプの高度が上がったようだ。長く押すと、あ、オッケー。竜に任せて間違いはなかった。け、何様だよ。その声は、ペパー、そこにいるのか。ずっと連絡を取りたかった。君以外に研究所に入れる人間がいなくてな。はあ？竜と共に、小さじの小道の灯台にある研究所に行ってくれ。君たちが目的地に着いたらまた連絡する。知ってるかもだけど、あいつさ、俺の母ちゃん。昔から研究で忙しくて、いつも家にいなくてさ、声聞いたのなんて数年ぶり。なのにあいつ、息子パシらせる気満々ちゃんか？マジふざけんなよ、だよな。でもお前とコライドンはきっと行きたいんだろ？腹ん中グツグツだけど仕方ねえからついていってやる。研究所は小さじの小道の灯台。お前と初めて会ったとこだ。俺の気が変わらねえうちにさっさと行くぞ。本当にあんたなのか？どういうこと？さあ、目的地がすぐそこまで来たぞ。ペパーの言葉がすごい気になるな。
なんだよ、2着かよ。ここがあいつの研究所。小さい頃よく遊びに来てた。俺たち呼びつけて何の用なんだろうな。今開ける。天才的なポケモン博士なんだとさ、俺の母ちゃん。でも子供の俺にとっては最悪。いっつも仕事ばっかで全然家に帰ってなんて来ねえし、遊んでもらった記憶もねえ。いつもマフィティフだけが俺のそばにいてくれたんだ。あ、いたぜ、行くぞ。ちゃっちゃと終わらせようぜ。頼みがある。私は今パルデアの大穴エリアゼロの最深部にいる。この場所でずっと特殊なポケモンの研究をしているのだ。君たちにはオーリムの輝かしい研究、その最後の手伝いをしてもらいたい。最後の手伝い？手伝いに必要な鍵がその研究所のどこかにある。その鍵とはスカーレットブック。ブックってもしかしてこれか？ああ、ペパ、君が持っていたとはな。ならばなおさら都合がいい。スカーレットブックを持ってエリアゼロ最深部まで来てくれ。そうすれば宝物のような経験ができると約束しよう。ただしエリアゼロは凶暴なポケモンと強固な電脳システムに守られている。君たち二人では少々手こずる苦難がありそうだ。他に頼りに なりそうな仲間を集めてからで構わない。エリアゼロ最深部にて君たちの冒険を待っているよ。エリアゼロ、あそこはやばい。マフィティグが怪我したのも大穴の奥エリアゼロなんだ。正直もう二度と勘弁って場所だけど、お前は行くのか？行く。もちろん行く。頼まれちまったもんな。ダチが危険な場所に行くのを黙って見てられねえ。俺も行ってやる。母ちゃんに文句も言いたいしな。よし、リュウ、表に出ろ。エリアゼロでもやっていけるか、ポケモン勝負で力試しだ。主に俺の力を試すの。おお、ペパーと勝負ね。オッケーオッケー。ついにエリアゼロの話が出てきたな。まあ一発目レントラーにしてるからいけるかな。おい、ペッパーさん。おう、これは準備いいぜ。
よし、マクティフも準備はいいか。マクティフもいけるってよ。マクティフと、まあお前が不安な気持ちもわかるけどよ、こいつ病み上がりだとは思えねえほど元気ハッスルちゃんでさ、竜と戦わせろ戦わせろってギャンギャン泣くんだよ。そういやもともと勝負が大好きだったんだよな。生徒会長には負けるけど。てなわけで心配ご無用。スパイスで生まれ変わった新生俺たちの味わい、たーんとご賞味あれだぜ。初めてだな、ペッパーと戦うの。まずは欲しがりっすか。スパイス巡りで出会ったポケモンオールスターだぜ。しまったな、欲張りっすから来ると思ってなかったな。入れ替えて耐えれるかな。チビちゃん頼む。はん、まさかの地震。インファイトで頼む。オッケー、ナイス、チビちゃん。ロジオン、なんだそいつ、わかんないやつがまた出てくるな。ちょっと一旦ハヤテ丸にしよう。あー、あのあれか、あいつだな、あの塩のやつだ。んだよな。まあこれはしょうがないな。岩塩だっけ、なんかそんな感じの名前のやつの最終進化系か。ってことはよ、ヤミズ。地震は痛いね。でも攻撃を下げさせていただくよ。ヤミズ。お前もステルスロック使ってくんのか。ネモちゃんも使ってきたからな、しっかりバトルのあれがあるな、戦略があるな。陸クラゲはあいつでしょ、目のクラゲのパルディアの姿でしょ。そのままでいけると思うんだけどな。地面だったような、やっぱりな、地面タイプだったか。ヤミズ急所に当たったけど、そんなにダメージが通るわけじゃないか。今回新ポケのタイプ全然把握してないからな。地面技覚えてるのと、水のハット向こうの方が早いか。
そうだな、モコちゃんにして、痛いよね。クリスタル発動して、地面入ってなかったかな、入ってたのかな。効果がない、やっぱ地面タイプか。なるほどね、地面タイプか。地面水って感じかな。水通らなかったしな。起きろ起きろ。そんな気がするな。まあ知らないタイプと戦うってのはやっぱ難しいな。ランクマッチまでにはちゃんと覚えとかなきゃな。起きろー、そろそろ起きてくれー。硬いな。ってことは草タイプが効くのかな。岩も打ってみるか。効果今一つか。キノコ胞子やめろ。こいつペパーのくせにめんどくせえ技ばっかりやってくんな。起きてくれ、起きないかな。あんなシェルダーとか出してたやつがいきなり成長してくんじゃねえよ。マジカルシャイン。多分だけどキノコ奉仕してくるんじゃないかな。爆弾、竜の波動が一番ダメージ効いてるかな。ほらもうめんどくせえわーこのキノコ胞子。俺はもうすぐに起きると信じてる。モコならすぐ起きてくれると信じてるぞ。頼む。まだ寝てるか。起きてくれー、モコちゃん。お、ナイス。剣竜の波動。オッケー。わ、スコビラどんなんだっけ。またそのままで行くしかないか。
草炎だったよなこいつ。パワージェム大文字とか覚えてやがる。まだまだいけるな。満タンの薬無理かな。そっちの方が早いし、ダイモンジめっちゃ命中するじゃん。素早さで勝ちたいところだから。インファイト。パールシェン、そのまま行きましょう。ワイルドボルトで。受けて、まあしょうがない。おたまちゃんで踏ん張ろう。痛いよね尖った岩ね。放電電気に変える。で放電。まあフィリフな、一旦そのままでいこうかな。威嚇63レベルか。頭回復させーの、カットこうぜマフティフ。お前もテラスタルすんのかい。何タイプだあれは。悪かな。悪タイプか。充電される。まだ耐えるはずだから放電かます。わ、急所でそこに当たるか。あと2体でいけるかな。チューちゃん出して、チューちゃんの方が早い気はするけどな。入れるかどうか。無理だよね。あとはエースだけか。復活させとくか誰か。塊使っちゃおう。おたまちゃんの方がいい気すんな。エースは耐えるでしょ。うん、スパークです。急所に当たんなきゃ耐える。よしよしよし。
いいよいいよ、いい調子よ、回復させちゃうもんね。俺もスーパークで攻めます。ここは念には念をしておこうかな。回復の薬使って復活体力全開にしてしっかり攻めよう。スパークで決めちゃいます。ふう、何度か勝ったぜ。知らないタイプのやつと戦うのはきついな、やっぱり。マフティフ、惜しかったな。リュウ、ありがとな。そう、これが主ポケモンを倒しまくれる実力か。いや、お前も十分強かったぞ。つうか、お前の付き添いが俺だけだとやっぱ心もとないな。エリアゼロのポケモン強いし、わけわからん装置もいっぱいある。せめてあと2人くらいチャンピオンランクの強いやつと機械に強いやつが仲間にいればな。ネモ、なるほど、生徒会長か。確かにあいつならどんな強いポケモンが襲ってきても敵なしだな。ま、メンツが揃ったらまた連絡取り合おうぜ。仲間になりそうなやついたら声かけといてくれよな。レジェンドルートクリア。はい、というわけで今回はここまでにしようかなと思います。とりあえずエリアゼロへ向かうためにネモちゃんを誘うっていうのと、あと機械に強いやつって言ってたから、多分だけどこのスターダストストリートをクリアしていけば、あの一番最初にいじめられてた子、 EV のカバン背負った子、あの子が確か機械強い子じゃなかったかなと思うから、その子を連れて行かなきゃいけない気がする。で、早速スターダストルートをクリアしていこうと思います。チャンネル登録、グッドボタンの方お願いします。次回の動画、またはライブ配信の時まで。またねー。